モーニングジャム3、4、おもろい家族。作品に行かない。今日の作品お願いします。タスクさん、はい、30代中瀬小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。おもろい家族というか、今日は悩みを聞いてほしくてメッセージいたしました。はい、僕うどんやラーメン麺類が大好きなんです、うん、しかし幼い頃から麺がすすれない。あ、母曰く幼い頃うどんを食べさせるたんびに、はいチュルチュルして、はいチュル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 してって、チュル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 しなさい、もうこの子全然チュルチュルせんやけん。母がチュルチュルコールしてる隣で、うどんの先っぽくわえてダラーンと垂らしたまま微動だにしない僕に頭を抱えていたそうです。うどん加えたまま微動だにしないってすごいですけどね。それからは麺をすすることができないままこの年を迎えてしまって。ああそうですか。麺類は基本的に箸を上げて口に運び、すすれない分噛み切るというスタイルだったんですが、先日会社の同僚数人とお昼にうどん食べに行った時のこと、同僚たちがうどんをすすりながら一人箸上げしていたら、同僚がその違和感に気づいたみたいで、あ、もしかしてすすれないタイプっすかと。そうなんよ、小さい時から麺がすすれんのよと言うと、食わず嫌いならぬすすり嫌いかもしれませんよ。勢いよくすすってみたら、今ならすすれるかもしれませんと無茶ぶり。すすり嫌いなんてなんなんと若干小首をかしげたものの、他の同僚の目線も僕に集まって、もうやるっきゃない、そういう雰囲気になってしまったんです。口先を震わせながらうどんを口に運んでズルズルズルっとうどんをすすれるわけもなく、ズルズルどころかジュパブルブルブル。あろうことかうどんのお汁が周りに飛び散ってしまって、うわーっと同僚ものけぞって、もはや大惨事。2024年、今年で30代最後の年、さらに独身です。うどんもすすれず、僕の春はどこに行ってしまったんでしょう。中地、すすり方を教えてください。 YouTube で豪快にすすってますよね。そんなに豪快にはすすってないとは思うんですが。上手ですもんね。お上手ですもんね。すするの上手。美味しそうにすするんですよ、また。あのな、はい、仕事だよ。そう言うと身も蓋もねえだろ。面白くもなんともなくなるんだよ。急に興ざめるんだよ。まあね、あのすすれないっていう人いるみたいです、ね、いますいます、まあ なんだろうな、なんでしょうね、まあ、練習でしょうけどね、うん、すすってる時ってどこ使ってんだろうな。すっごい勢いですすってますよ ね、 そうですね、音が、音がね、音がちょっとそこまで立てなくてもいいよ。いや立つんですよ音が。別にそんな、私もそんな立てようと思ってるわけじゃないんですよ。わからないけど、あとね短いって言われます、そのすする感覚が。なんですか、ズッズッズッズって。あの なんて言うんですかね、うどん祭りで、はい、そう見えないからみんなに美味しそうな音をと思うんでしょうけど、うん、立てすぎじゃないかなと。やめてくださいよ、恥ずかしい。音をズッ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 。いやいや、あれ本気で食べて、あれです、本気で食べるんじゃないよ。あのさ、美味しそうな音とかそういうこと考えなさいよ。あのさ、その今からうどん祭り始めるっていう時の新メニュー出てきて、うわー美味しそうって思って、スッスッスッス、雪の中を八甲田さんの雪中行軍じゃねえんですよ。昨日の岡本も言いましたけれども、汗もすごいかきすぎですよ。すごい手術中の外科医かって汗出ましたね。さあ、それからね、これも行きましょうか、男性の方、みつるさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。
先週末鳥山明先生が亡くなったというショッキングな知らせが届きました。幼い頃からたくさん与えてもらった興奮と感動にふけていたら、母がそういえばあんた子供の時にさと話し始めたんです。末子長男で甘やかされて育った私、何かにつけて母や祖母姉たちに甘えては願いを叶ってもらってました。そんな中で出会ったのがドラゴンボール。我が家はジャンプやコミックを買ってもらうぐらいの余裕はなかったんで、絶対にアニメの放送を見逃すわけにはいかない。しかしそこは末子の宿命、テレビは姉たちに占領されていたんです。どうやったらドラゴンボールを見られるのか、ミジンコみたいに小さい脳みそで考えに考えに考えた末、結果私は母に向かって「いでよシェンロン、願いを叶えたまえ!」と絶叫すると、呆れた顔をしながら母が姉たちに「ドラゴンボールば見してやらんね」ほう、やっぱりシェンロンは偉大なんだなと感心しながらドラゴンボールを鑑賞。それから断るごとに「いでよシェンロン!」と絶叫すると、母が「いい加減にせんねん、大体シェンロンはドラゴンボールば7個集めんと出てこんとやろ、あんた何もしとらんやんねん、今度からお手伝いば7個せんとシェンロンは出てこんけんね」いいですね、いいですね、お手伝い7個したらシェンロン出てくる。だからしぶしぶお手伝いやってました。お手伝い7個で1個の願い、効率悪いなと感じ始めてきた私。いろいろ学習してきますよね。そんな中、鳥山明先生が奇跡を起こしてくれたんです。そう、ドラゴンボールからドラゴンボール Z になり、ナメック星編がスタート、うん、何何、ナメック星のシェンロンは願いを3つ叶えてくれるんだと。これは使える。ミジンコからのみなみに成長した脳みそでナメック語まで覚えて、一番シェンロンっぽい見た目の祖母に「タカラプットポポルンガポプリピポプリットパロ」俺知らないからさ、すごいと叫ぶと、もちろん祖母はキョトーン。ばあちゃん、ナメック星のシェンロンは願いば3つ叶えてくれるらしいばいと耳打ちすると、しょんなかねえと。ばあちゃんが財布から500円を取り出そうとしたその時、ナバショットねと母から鉄拳制裁。それから我が家では母という名の天敵ベジータによってシェンロンは永遠に封印されてしまったんです。天敵ベジータよくわからないですね。まあ